おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝のラインナップです。ハーツ CEO、 テスラ EV 購入騒動で退任、イーロンマスクの XAI がグロックを正式にオープンソース化、レガシーな自動車メーカーは EV の価値を軽視しキャッチアップを図っている。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。まずハーツ CEO、 テスラ EV 購入騒動で退任、こちらの記事を紹介します。ハーツの CEO スティーブン・シェア氏が退任しました。これはテスラの EV 購入失敗の余波で、同社は世界の EV フリートの約3分の1を売却したことが原因となっています。ハーツは2020年の破産から回復した後、10万台のテスラの EV を購入し、北米で最大の EV レンタルフリートを目指すと発表しました。しかしテスラの価格削減により再販価値が大きく下落しました。そして修理費用の高騰、利用者の不人気を受け、2万台の EV を手放し、パンデミック以来最大の四半期損失を記録しています。そしてハーツの新 CEO としては、GM のロボタクシー部門クルーズの元 COO ギル・ウェス氏が就任となります。そしてこれからの移動手段をリードするハーツの挑戦は続きますと記事の中では書かれています。はい、という内容なんですけれども、ギル・ウェスト氏がハーツの CEO として就任されるということなんですけれども、 GM のロボタクシー部門クルーズでの経験というのがあります。ではこのクルーズでの経験を踏まえてどのような戦略を取っていくと思うのか、こちらについて考えてきたので解説をしていきたいと思います。ギル・ウェスト氏がハーツの新 CEO として就任するということで、同社の戦略にはいくつかの方向性が考えられると思います。ウェスト氏の経歴と GM のロボタクシー部門クルーズでの経験を踏まえると、今から話をするような戦略っていうのが期待されるかもしれません。大きく2つですね。自動運転技術への投資とパートナーシップの強化です。まずは自動運転技術の投資なんですけれども、ウェスト氏は自動運転技術に関する豊富な経験を持っています。ハーツが将来的に自動運転車をレンタルフリートに組み入れ、イノベーションの先駆けとなることで、レンタカー業界に新たな価値を提供することが予想されます。次にパートナーシップの強化ですけれども、クルーズや GM との関係を生かし、新しいパートナーシップを模索する可能性があります。これによりハーツは技術的な進歩を利用して、顧客体験を向上させることができるんじゃないかなと思います。そして次にサスティナビリティへの焦点という視点で見てみたいんですけれども、ハーツはすでに EV への移行を開始していますが、ウェスト氏の下でこの方針がさらに加速される可能性もあると思います。特にエネルギー効率が良く環境に優しい車両への投資を重視する方向で進む可能性っていうのも十分あると思います。ではこれを踏まえてテスラへの影響について考えてみたいんですけれども、大きく2つあると思います。まずは競争の加速なんですけれども、ハーツが自動運転技術や EV にさらに注力する場合、テスラはこれらの分野での競争が激化することになるかもしれません。特に自動運転技術の開発においてテスラが直面する競争というのはさらに厳しくなる可能性があると思います。そしてパートナーシップの可能性です。ハーツとテスラの間で新たな協力関係というのが築かれる可能性もあると思います。特にウェスト氏が以前の役職で培った経験を生かし、テスラの技術をハーツのサービスに統合することで双方にメリットをもたらす可能性もあると思います。このようにウェスト氏の就任というのはハーツにとって新たな技術的アプローチとサービスモデルの採用を意味する可能性があると思います。そしてテスラにとってはこれが競争の激化を意味するのか、あるいは新たな協力関係の機会を意味するのか、今後の両者の戦略次第じゃないかなと思います。ますますハーツが今後どのような戦略を取っていくのかっていうのはね、要注目じゃないかなと思います。続きまして、イーロン・マスクの XAI がグロックを正式にオープンソース化、こちらの記事を紹介します。イーロン・マスク率いる AI 企業の XAI が革新的な言語モデルグロック1をオープンソース化します。このモデルは3140億のパラメーターのエキスパートの混合モデルで、 AI 開発のアクセシビリティとイノベーションを飛躍的に向上させる可能性があります。このオープンソース化はイーロンさんが以前から批判していたオープン AI のクローズドで大きな役割を果たすことでしょう。グロック1は AI 研究者や開発者にとって重要なリソースとなり、 AI の未来を形作る上で大きな役割を果たすことでしょうと記事の中では紹介されています。はい、という内容なんですけれども、ここで気になってくるのがオープン AI の ChatGPT と XAI のグロックですね。どう違うのか、この比較をしてみたいと思います。
はい、ということで OpenAI の ChatGPT と XAI の Grok 1の比較なんですけれども、専門的な言葉を使ってもなかなか分かりにくいと思いますので、極力分かりやすい例を用いてこれから比較をしていきたいと思います。まずは技術的特徴とアーキテクチャ、こちらについて説明します。イメージとしては Grok 1と ChatGPT は巨大な図書館のようなものなんですけれども、それぞれが本を探し出す方法が異なります。まず Grok 1ですけれども、 Grok 1は3140億の本、これがパラメーターです。この本を持つ巨大な図書館で、特定の質問に対して最も詳しい図書館員さんがいて、それを呼び出して答えを見つけてくれます。たくさんの図書館員がいて、それぞれが違う分野の専門家なんです。あなたが複雑な問題を持っているとき、 Grok 1は関連する専門の図書館員を見つけ出し、より早くより正確な答えを提供します。一方、チャット GPT は言葉を使ったやり取りを得意とする親しみやすい図書館員のようなものです。この図書館員もまた膨大な数の本から情報を引き出すんですけれども、Grok 1のように特定の専門家を呼び出すのではなくって、幅広い話題に対して柔軟に答えられるように訓練されています。これはチャット GPT が日常の会話やさまざまな質問に対して一般的にいい答えを提供することができるということです。次にオープンソースの哲学という視点で見てみたいんですけれども、これは簡単に説明するとキッチンやレシピの共有に似ています。イーロン・マスクさんが提唱するGrok 1のオープンソース化っていうのは、美味しい料理を作るための秘密のレシピをみんなで共有しようという考えです。この考えによれば、どんな人でもそのレシピを見ることができますし、さらにそれを改良して新しい料理を生み出すことができます。この透明性と共有の精神っていうのが料理の世界をより豊かで多様なものにしていきます。一方でチャット GPT のような商用プロダクトっていうのは、一流のシェフが自分だけの秘密のレシピを持っている高級レストランのようなものです。このレストランではそのシェフの料理を味わうことができますが、レシピの詳細は公開されていません。つまり他の人がそのレシピを使って料理を再現したり改良したりすることはできません。この方法はレストランの独自性を保護しますが、料理の知識や技術の共有には限界があります。オープンソースのアプローチっていうのは、情報や知識を広く共有し、誰もがその上に新しいものを作り出せるようにすることを目指しています。これは AI 技術だけではなく、さまざまな分野でのイノベーションを促進する強力な方法です。では次に経済的社会的影響から見ていきたいんですけれども、これも食べ物の共有に例えてみると、 Grok 1っていうのはレシピの知識を世界中のどんな料理人でも自由に使えるようにする大きな料理本を公開したようなものです。この料理本があれば、地域のレストランから学校の給食まで、どんな場所でも美味しい料理を作るヒントを得ることができます。これにより食べ物に関する新しいアイデアや改善が促進され、みんながもっといい食事を楽しむことができるようになります。対してチャット GPT は、特定のレストランチェーンが高品質な食事体験を提供するために独自のレシピを開発し、それを使ってお客さんを引きつける戦略をとっています。このレストランチェーンは素晴らしい食事体験を通じて資金を集め、さらに多くの新しいレシピを研究開発することができます。つまりチャット GPT とその背後にある会社は、 AI 技術を使った製品を通じて人々に新しい体験を提供し、その成功をもとにさらなる技術を発展させようとするものです。以上の点から、 Grok 1と ChatGPT っていうのは AI 技術の最先端に立つ2つの大きなプロジェクトなんですけれども、それぞれが異なる道を歩んでいます。この違いを学校の図書館とプライベートな本で最後に例えてみたいと思います。Grok 1のオープンソース化っていうのは、学校の図書館に新しい本を追加するようなものです。この図書館は誰もが利用でき、新しい本が加わることで学びたい人はより多くの資料から知識を得ることができます。 Grok 1が提供する本は、 AI 技術の世界において新しいアイデアや発明を生み出すための基礎となります。このようにして Grok 1は学問の世界を豊かにし、誰もが最新の技術を学び利用する機会を持てるようになります。一方でチャット GPT は、特定の家庭のプライベートな本棚に似ています。この本棚には多くの知識が詰まっているんですけれども、その内容を自由に見たり使ったりできるのはその家庭の人だけです。つまりチャット GPT とその背後にある会社は、この知識を使って素晴らしい製品を作り、それを通じて世界に新しい体験を提供します。しかしこの本棚の中身は一般には開かれていないため、外部の人が直接参照したり改良したりすることができません。結局のところ、 Grok 1とチャット GPT は AI 技術の未来に向けた異なるアプローチを示しています。
グロックワンは知識の共有とオープンな協力を通じてイノベーションを促進し、チャット GPT は特定の製品を通じて高品質な体験を提供しようとしています。どちらのアプローチも AI 技術の進化に貢献していて、私たちがこれから直面する多くの挑戦に対してそれぞれが重要な役割を果たしていくと思います。こうなってきたときに、じゃあ僕たちはどっちを使ったらいいのかとなると思うんですけれども、こちらに関して少し、ね、説明をしてみますと、また料理を用いて話をします。新しいレシピを試したり、自分だけの料理を発明したいんだったら、グロックワンのようなオープンソースモデルが適していると思います。このモデルっていうのは基本的なレシピを提供し、あなたが自由にアレンジや改良を加えて全く新しい料理を作ることができます。テクノロジーやプログラミングに詳しく、カスタマイズや実験を楽しむタイプの人に向いていると思います。一方で、美味しい料理を手軽に楽しみたい場合にはチャット GPT のような商用プロダクトが適していると思います。チャット GPT はすぐに使える完成された料理のようなもので、特定の質問に対して即座に答えを得ることができます。 AI の技術的な側面に深く入り込むことなく、簡単に使いたい、または AI を使って特定のタスクを効率化したい人向けです。要するに、カスタマイズ性と学習の機会を求める場合はグロックワン、利便性と手軽さを重視する場合にはチャット GPT を選ぶといいんじゃないかなと思います。どちらも AI の進化を体感できる素晴らしいツールとなってくると思いますけれども、使い方っていうのはご自身の目的によって異なってくると思います。はい、では最後に、レガシーな自動車メーカーは EV の価値を軽視しキャッチアップを図っている、こちらの記事を紹介します。自動車業界は大きな転換点に立っています。長年にわたる内燃機関車の生産から電気自動車への移行、そしてこれは環境保護のために不可欠です。しかし、伝統的な自動車メーカーはこの新しい時代への適用に苦労していて、一部は EV の価値を低く見積もる発言もしています。 EV は炭素排出量を大幅に削減し、より先進的で技術的に進んだ選択肢を提供しています。しかし、テスラのような企業の成功にもかかわらず、多くの既存の自動車メーカーは EV への全面的な移行に遅れをとっています。この遅れは環境への影響だけでなく、経済的損失にもつながっています。エネルギーと運用コストの削減に対する投資の増加、そして政策の変更により、EV はこれからの自動車業界を形作る鍵となるでしょう。しかし、間違った情報、気候変動否定のキャンペーンがこれらの移行を妨げています。私たちはより持続可能で環境に優しい未来への移行を加速させるために、情報の正確性と公正な議論を重視する必要があるでしょうと記事の中では紹介されています。はい、という内容なんですけれども、先日メンバーシップの座談会を行いました。その中で出た話題なんですけれど、その昔馬車から自動車に変わりましたよね。この時ってかなり議論や反発があったと思うんですね。あと他にも、電車ができた時に割と駅って偏僻なところにあったりしませんか？これっていうのは電車が発展したら困るという理由から中心部に作れなかったっていうこともあるみたいです。まあ、こういったことからも、いつの時代も新しい技術に対しては反対勢力っていうのはあるものなんですよね。今現在 EV の移行に対してかなりね、反発っていうのもいろいろとあると思います。そしてこれがどう移行していくのか、僕らはしっかりとね、見ていく必要があるんじゃないかなと思いますけれども、やはりいつの時代にも反対勢力はあるんですよということですよね。そしてそこといろいろと議論をしながら新しい方向に向かっていくわけなので、今後 EV がどういった感じで普及していくのかっていうのは、僕自身もかなりね、興味があるところなので、しっかりと情報を追ってこの YouTube でお届けしていきたいなと思います。はい、ではまとめです。今日はハーツ CEO、 テスラ EV 購入騒動で退任、そして XAI がグロックを正式にオープンソース化、レガシーな自動車メーカーは EV の価値を軽視している、今日はこれらの情報をお届けしました。個人的にはグロックですね、これがどのような感じなのかっていうのがね、楽しみですね。僕自身も使えるようになったら使ってみたいなと思いますけれども、今日僕自身が解説しましたが、グロック1とチャット GPT どっちを使うのかってなってきた場合に、より専門的でいろいろと自分でカスタマイズがしたいっていう人はグロック1、そして簡単に手軽に使いたいっていう人はチャット GPT っていうふうな話をしました。そうなってくると、僕自身はどちらかというとチャット GPT かなとも思いますけれども、グロック1もね、実際自分が使えるようになったらどういった感じなのかっていうのは試してみたいと思うので、また使ってみてレビューをね、 YouTube でしてみたいなと思います。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は SDGs71833 のコメントです。ノルウェーの現実見るとガソリン車への嫌がらせがすごいからな、 EV がいいではなく EV しか選択肢がないの方が正しい、経済性も今は電気に補助金入っているから安いだけ、というコメントです。ありがとうございます。よく僕自身もコメントをもらうんですけれども、電気自動車は補助金があるからっていうコメントを
をもらうことがあります。まあ、こちらに対してなんですけれども、ガソリンも補助金って出ていますよね。そしてガソリンの補助金がなくなったら、ガソリンってかなり、ね、値段が上がってくると思うんです。そうなってきたらやっぱり電気自動車を選ぶっていう人も、ね、増えるんじゃないかなと思います。あと少し話がずれますけれども、日本でのスーパーチャージャーの値段が少しだけ下がったみたいです。あと近くにイオンがある方はイオンで充電するのが結構安いみたいです。関東に住まれている方はもう自宅の充電も結構値段が上がっているみたいなので、関東近辺の方はイオンで充電した方がいいとも、ね、聞いたことがありますので、自宅で充電される方もイオンで充電するのとどっちが安いのかっていうのは比較した方がいいかもしれません。九州近辺の方ですね、深夜電力がある方の場合はやはり深夜電力で充電した方が安いと僕は思っていますので、深夜電力がある方はですね、深夜電力で充電するっていうのが一番安いかなと僕は思います。はい、昨日もですねコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外情報を中心に取り扱っています。なかなか海外の情報を得ることが難しいと言われる方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたらぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。そして SNS で共有してもらえると嬉しいです。そして今回紹介した記事の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では今日もですね最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です、X のスペースなんですけれど、今週の金曜日の夕方6時以降に少し、ね、やってみたいなと思います。ここ最近ちょっとねできていなかったので、久しぶりに X のスペースをねやりたいと思います。X の方でも情報発信していますので、ぜひ X の方でもフォローの方よろしくお願いいたします。はい、昨日なんですけれど、洗車の方に行きました。で、洗車なんですけれども、割と僕も家でやるんですけれども、3ヶ月に1回ぐらい、コーティングしたお店で洗車をしてもらっています。その時にやっぱりですね、水垢っていうのは結構落としてもらってるみたいなんですよね。で、水垢に関してはやはりそういった業者じゃないと難しいみたいで、車をいつまでも綺麗に保っておこうって思うんだったら、自分の洗車プラスアルファ専門の業者さんでしっかりと洗車してもらった方が綺麗な状態っていうのは維持できるんじゃないかなと思います。昨日もしっかりとね綺麗にしてもらいました。ここ最近花粉が結構多くってすぐね車が汚れるんですけれども、今後も自分の洗車プラス定期的に専門業者でしっかりと洗車してもらうっていうのをして、自分のテスラをねいつまでも綺麗な状態にしておこうかなと思います。はい、では今日もですね最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになってください。ではまた。